はい、では横浜開港祭のイベント会場をぐるっと回ってみたいと思います。まずはこちらインフォメーションのところからどんどん見ていきたいと思うんですけれども、会場インフォメーション入りまして左手の方からですね、横浜浦島太郎紙芝居の上映とか面白そうですね。そして紙芝居の上映のお隣に今度は日本新聞博物館というのが並んでます。こちらあれですかね、いろいろこう見る、見て楽しむようなブースが並んでる形ですかね。でお隣には家族写真チャリティー撮影会というブースが並んでおります。手振っていただいてます。ありがとうございます。家族写真撮れそうで楽しそうですね。でこちら横浜トリエンナーレ、はい、ハマトリーツということでこちらも楽しそうですね。そして、ここからちょっと趣向が変わってパン屋さんですね、横浜初めて物語私は街のパン屋さんということでこちらもリーズナブルなパンがたくさん並んでます。そしてそのお隣にこちらは港祭り神戸六甲カップアイスということでアイスクリーム販売されているお兄さんたちが明るいお兄さんたちがアイスクリーム売ってるみたいですね。はい、でこちらが左側回ったところですね。で今度入り口入って右側の方、可愛らしい女の子たちが、これはイベントに向かう子たちですかね、ダンスイベントでしょうか。可愛らしいですね。では誰か来る。じゃこっち行きますか。はい。ではこのインフォメーション入って右側の方のブースですね。シューマイの崎陽軒、横浜と言ったら崎陽軒ですよね。まずは横浜の有名な崎陽軒さんのブースが入り口右手に並んでます。でそのお隣、今度お菓子で有名な、横浜、有明のハーバーで有名ですけれども有明さんのブースが並んでます。はい、そして有明さんのお隣ですね、今度は岩井のごま油株式会社ということでこちらもたくさん商品を、並べて販売されていらっしゃいます。そしてそのお隣は横浜開港喫茶ということで、喉が渇いた方にはおすすめですね。ビールとジュースとたくさん販売されてます。でそのお隣は野菜と果物のスムージーということで体に優しそうな、スムージーですね、生絞りで作っていらっしゃいます。こちらも疲れた体にぴったりのドリンクがたくさん飲めそうですね。はい、こういった形で、中央のインフォメーション前の方のブースが並んでおります。ではここから、他のエリアですね見ていきたいと思います。今度どっち行きましょう。あ、こっちですね、右手の方ですか、ね、今度はスタンプラリー本部ですね。はい、こちらがスタンプラリー本部ということでぜひこんにちは、スタンプラリーも楽しんでいっていただきたいと思います。そして今聞こえるのがコカ・コーラさんのイベントですかね。でその奥でスイーツパラダイスのイベントも行われております。でここから、海沿いになりますね、食べ物屋さんの出店が並んでおります、はい、でここでちょっとステージがありますね。こちらはアクアマリン福島と水族館ですね、福島県のいわき市の水族館ですね、アクアマリン福島から水族館の、出店があります。ちびっ子たちに大人気です。ここすごく子どもさんたちが集まってますのでお子様連れの方特におすすめのスポットですね。そしてエコステーションですね、ゴミは皆さんエコステーションの方にお持ちいただいて回収していただいてます。はい、そして海沿いで みんな並んでるのは何でしょうね。ボートなんですよ。
ボートなんですね。下まで降りてみます。あ、はい。あ、スーパーキッズ体験。うわ、あ、これは面白そうですね。こちらスーパーキッズ体験乗船ということで、ボートに、体験で乗れるというスペースなんですが、こちらもかなり人気ですね。子どもたちがたくさん並んでます。何店舗かお店出てるのでご紹介していくと、まず NPO 法人ライフスタイルさんですね。ペットボトルのキャップ集めてらっしゃったり、あとロイヤルジャパンということで、こちらも食べ物屋さんですね。ケバブ売ってますね。あと野菜を売っているお店があります。大地を守る会さんですね。雪野菜です。プレゼンのキャンペーン中です。はい、雪野菜のお店だそうです。でまたこちらも食べ物屋さんですね。タコスとかチョリソーとか売っています。でこちら珍しいですね。温泉リゾートということで、くじを引けるようなところですね。そしてお祭りの、まあ、屋台、おもちゃを売っているようなお店ですね。お面とかお子様向けのおもちゃがたくさん売られてます。そして今準備中ですけども、トルコフードということで、トルコのお料理ですね。でその隣にまたこちらもケバブとか売ってるようなお店がありますね。でそのさらにお隣もコープさんの方で、そして中華屋さんがあって、でまたちょっと珍しいお店ですね。北海道の、お店が出てます。サマニ町というところが出店されてますね。ではこちら食べ物屋さんがいっぱい並んでますので、ここもさっと見ていきたいと思います。はい、インドベンガル料理珍しいですね。結構この横浜開港祭珍しいお料理屋さんが並んでるのも特徴かなというふうに思います。仙台の牛タン焼き、富士宮焼きそば、 B 級グルメにグランドチャンピオンですけれども、そういったお店も並んでます。そしてですね、アイスクリーム屋さんも豪華ですね。結構いろんな種類のアイスクリーム食べれそうですね。いらっしゃいませ。あ、こちらもアイスクリームですね。結構今日暑いですからね、アイスクリーム屋さん、アイスクリーム屋さん人気そうですね。そして、また横浜ドーナツというお店があります。こちらも横浜の定番の食べ物なんでしょうか。揚げパンのようなドーナツがあります。こちらも横浜を堪能したい方にはおすすめかもしれませんね。あとは面白いのがありました。伸びるアイスですかね。ここはこれ伸びるアイスですか。あ、本当に伸びる。はい、どうぞどうぞ。すごいテンション高いお兄さんがトルコアイス伸ばしてます。ここを見てるだけで楽しいですね。ありがとうございます。トルコアイスは本当に伸びるんですね。伸びるとは聞いてましたけども。巻き舌のうまいトルコのお兄さんのお店、ぜひ行かれてみてください。はい、でまだまだお店が続きますね。今日本当に暑いですから、かき氷屋さんとかアイスクリーム屋さんたくさんありますので、ぜひご利用して熱中症にならないようにしていただきたいと思います。そしてこちらはもうケバブの車なんですけど、これも大きいですね。トラックでケバブを売ってますね。本格的なケバブ屋さんでした。はい、そしてこちらエコキャンドルですかね。アイラブ横浜。はい、こちらアイラブ横浜エコキャンドル教室ということで、
夜になるとキャンドルがどうも、はい、こちらでは今日もうキャンドル作り教室ですね、やられるということで、ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。ではまた、進めていきます。こちらがこれは何ですかね、キッズランドですね。お子さんが入って遊ぶ風船みたい、あのふわふわするやつですね。こちらもちびっ子たちがたくさんいます。あ、結構ですね、いろんな水槽すくいとか、あのシーソーとか輪投げとか、いろんなイベントがあるということで、こちらはお子様連れがたくさんいらっしゃいますね。そして、あ、そうですね、うちも食べ物屋さんかな、塩入りの池行ってみますか。はい、塩入り、ポニー、あ、本当だ、ポニーがいますね。こちらは何でしょうか、ポニー乗れるんですかね。あ、乗りますね、お子さんが乗馬体験ができるということで、こちらもあら、揺れて本物だ、メリーゴーランドやぞ。これは楽しそうですね。すごく嬉しそうな表情で乗ってましたね、女の子が。これもしかしたら今年初めての試みかもしれないですね。白い馬ちゃんも、あ、可愛いですね、この子も人参を食べています。こちらも面白いですね。このエリアも子ども向けのエリアですね。キッズモデル、全部子ども、今年子ども向けのエリアをすごい増やしたのかもしれないですね。あと民族衣装のこちら中、あ、韓国ですね、韓国の民族衣装を着れるという、あ、これ300円でコリア美人になれるという夢のような企画ですね。ちょっと私もやりたい感じです、本当に。あとできますか。ここもすごい、土壌すくいとか、あ、ごめんね、はい、うわ、土壌を使う、あ、サイコロとかいろいろ、だいぶ子ども向けのブースが充実してますね。そうですね、うわ、これはおもちゃのお魚すくいという。こちらも楽しそうですね。那覇の土壌つかみはちょっと不人気みたいですね。でもこう生の食感を感じるのも子供にはいい経験ですよね。ベイサイドドッグ、あ、ドッグランもあるんですね、今日は。ベイサイドドッグラン、こちらあ、里親アニマルレスキューということで、実際あそこに何頭かいるんですね。あ、ワンちゃんが、
でかいのは買えないんだよ。あのシーズンぐらいだよ。あ、寂しそうな声出してる。結構大きいのが狭い檻に入れられて。いいんだろ。土壌取れてる？うん。あ、すごいね。自分で掴んだの？うん。うわ、すごい。いっぱい取れる。ニュルニュルするね。ニュルニュルしない？ニュルニュル。頑張れ。夢中で追っかけてるね。ではこちらの塩入りの池のあたりからまたリポートしていきたいと思います。塩入りの池の奥ですね、こちらにもブースがいくつか並んでいるようなので、見ていきたいと思うんですが、木の骨組みがたくさん並んでますね。こちらは何でしょうかね。これはカメラ、あ、カメが、カメとかなんかぶら下がってるのがいますね。ちょっとした動物園ですね。ベイサイドジャングルっていうコーナーみたいですね。この珍獣たちと写真がツーショットで500円で撮れるそうです。わー、ナマケモノとカメとベイサイドふれあいジャングル、ふれあい広場ということで、こちらも新しい試みかもしれないですね。はい。そして、あ、これもなんか、はい、これも自分で組み立てて木で何かこう組み立てて作っていくっていうものですね。お姉さんお兄さんと一緒にみんな頑張ってますね。木の棒を太いゴムで弱えていくような作業を行ってますけれども、走ってる人がマラソンもやってるんですね。あ、ここも、あ、ボーイスカウトのエリアですか。なるほど、こちらはボーイスカウトのエリアで、こちらでもいろんな体験ができるようですね。あ、そうですね、あっちもあるんですね。まだまだ続きますね。この端っこ何が、あ、こちらはちょいもび横浜ドライブということで、変わった乗り物がありますね。これは電気自動車でしょうか、何でしょうか。それから温暖化対策推進協議会、そしてソフトエネルギープロジェクトということで、この辺エコブースなんですかね。はい。で、また体験コーナーですね。そうですね。スケートボードの体験とかもできるみたいですね。それから。はい、言葉を、あ、そうですね、はい、こっちですね、こっちですね、はい、はい、
一通りぐるーっと見て回りましたけれども、結構珍しい食べ物屋さんもありますし、あとお子さんの体験スペースが今年はすごく充実しているように感じます。ぜひぜひ遊びに来ていただきたいと思います。